離島防衛の先駆者対馬警備隊とは、対馬警備隊の歴史は深く、記録に残っている最も古いものは先森の飛鳥時代となります。西暦663年に、白式の江の戦いで敗北を喫したことにより、唐が侵攻してくることを恐れ、設置されました。対馬は大陸から突き出た半島の鼻先、海峡に睨みを利かす戦略的な要地にあり、古来より幾度も侵攻を受けています。大規模なものとしては、平安時代の土肥の入港と呼ばれる女真族の侵攻、鎌倉時代には元寇があり、文永の役、弘安の役ともに侵攻を受けています。室町時代の1419年には、王永の賀以降と呼ばれる李氏朝鮮による侵攻がありましたが、非常に弱く対馬の守護大名、宗氏が、単独で撃退しています。また、幕末にはロシア海軍軍艦と乗員により約半年にわたって占領される、ポサドニック号事件、など、外国勢力の最初の標的とされることが多く、日本帝国陸海軍にとっても対馬防衛は重要事項となります。1878年、明治11年には帝国陸軍として最初の部隊を対馬に派遣します。その時の名称は熊本鎮台対馬分遣隊と呼ばれます。その後1886年、明治19年に対馬警備隊と名称が変わり常設警備部隊となります。戦後は陸上自衛隊が部隊を置きますが、今の対馬警備隊となったのは1980年、昭和55年、です。それまでは普通科中隊のみの分遣隊でしたが、対馬警備隊として編成されてからは、一個普通科中隊を機関とした独立混成部隊となり、第4師団直轄部隊となりました。愛称は山猫部隊。対馬警備隊の編成。対馬警備隊は1980年の編成以来、レンジャー資格を有する隊員が多数配属されるようになります。これは秘密裏に潜入したゲリラ兵などに対処するためと言われています。通常の普通科中隊では、特殊訓練を受けたゲリラ兵に対するのは難しく、これに対応することを想定して、レンジャー資格を持っている隊員を集めて精鋭化を図ったと思われます。そういう意味では水陸機動団と同じです。したがって私は、対馬警備隊は、島嶼防衛の専門部隊であり、水陸機動団の先駆け的な存在だと思っています。対馬警備隊の指揮官には、一佐が任命されます。一佐は他国では大佐であり、通常は連隊を指揮する階級となります。つまり対馬警備隊は連隊並みの扱いの、重要部隊ということになります。これは増援部隊を指揮下に置くことを想定しているためとされています。つまり増援を得て、対馬警備隊長は連隊規模の部隊を指揮する可能性があるということになります。対馬警備隊は普通科一個中隊機関の小規模な部隊ですが、後方支援部隊も配されています。独立完結した部隊であり、有事の際は増援部隊が到着するまでの間、単独で対処することを想定しています。人員は約350名が所属しているとされています。編成は大本部に本部中隊、普通科中隊、後方支援隊となります。本部中隊は、大本部と共に行動する中隊であり、大本部の情報収集、作戦立案、指揮、管理、統制などを支援します。情報小隊、通信小隊、施設小隊、衛星班、対戦車小隊などが所属します。普通科中隊は、機関部隊として警備隊の戦力の中核を成します。中隊本部、四個小銃小隊、迫撃砲小隊が所属しています。後方支援隊は警備隊の整備、補給、駐屯地管理などを受け持ちます。対馬警備隊は、ゲリラによる小規模侵攻時は、ゲリラ掃討、大規模侵攻にあたっては、増援が来るまでの間、山岳に潜伏しての持久防御戦闘を想定しており、山岳での戦闘に備えて、高い練度と機動力を保持しています。装備は対馬警備隊用の専用装備などは特にないようですが、対終点用の誘導弾が配備されるなど、沿岸防衛用の装備が強化されています。対馬警備隊は第一空挺団、水陸機動団、中央即応連隊と並ぶ精鋭部隊です。ご視聴ありがとうございます。今回の市防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも市防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。Thank you for viewing. See you next time. Bye bye.